こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。以前やったオニソロジーは、アートブレイキのバージョンをご用意した。あれはまあ本当チャーリーパーカーと一緒にやってるんですが、今回はルイス・ナッシュですね。ルイス・ナッシュがサックスのケニー・ギャレットと一緒にやってる、コンピングを見つけました。コンピングも一タイプだけじゃなくていいなと思うのを何種類かやるとね、そうするとあここはこれもできる、ここはこれもできるとか、あこれここに入れ替えちゃおうかなみたいなのがいろいろ分かってくるんですよ。だからやっぱたくさんいろいろコピーするとより自分が好きなやつが見つかるみたいなね。何もやっぱりインプットがないとゼロからはアウトプット出ないんで、なんかただ歌えばいいっていう歌もたくさんインプットしなきゃいけない。こういう歌い方がある、こういう歌い方がインプットするから自分の歌がアウトアップットできるようになるね。はい、やっていきたいと思います。で、ダバレバレブルダバレバレブルダリラッツタン、ここちょうどあいもね、ダバレバレラッタパラドタッタダドア、ダバレバレラッパッパパドバラバラバデブディダッ、フレーズの一番最初の入り口を叩いて、でタンツッタタタッタブディブディデタラバリバツブダブディバタラバリバツブダブディダ、もう大事なところの音が全部こう拾われてるでしょ。で次の音符につながるこれ呼び込みがあって、タラバツッタドゥグ、このここのメロディーの、大事な部分。タブディダ。で、最後の音。バラブディバディダダド。バダダツタッタ。ここをね、こう、ブレーキあんま何もやってなかったですが、ここなんかすごい綺麗ですね。ワン、ツー、バダダ、パッパッパデバダダダバ、タッタッパデバダダダ。こうね、ここなんかは、ここはスニアで合わせといて、ここシンバルで合わせるので呼び込みをスニアでやってるって感じですね。すごくバラエティに溢れててすごいいいと思います。前回はブレーキがここでうんたらたたらたってやってるのここに入れてるんですね。で2回目はここに何もあんま薄くしてたのを後半だから分厚くしてる感じ。ブレーキは最初から分厚くしてて好きなとこだけ分厚くしてあとは薄い感じにしてたんですが、ルイス・ナッシュの方がまんべんなくコンピングしてる感じですね。で2回目ダバラバラバラバツタタタタドドタ、こうね、ここをツッタタタタドドド派手ずにフェードバックしてツタタタタドドドってやるとめっちゃかっこいいです。でダバラバドゥダダバダバドゥタッパダダ、ほらいいよね、この分ね。でパリレッテデブデブ、これはアートブレイキの時にやってたけど、これもうこのままやってます。ダラバデュパッタタバダド、ここが生かすんですよね。このスニアットってここタムを全然使ってないじゃないですか。でもコンピングってタム使うとすごくきらびやかに見える。で全体に散らすんじゃなくてタムって入れるとなんかコンピングの感じがすごくこう、まあスニアの方がしっかりしたコンピングになるんで、タムを入れるとこうきらびやかにはなるんだけどちょっと散る感じがするんですよ。だから後半に持ってくっていうのかな。パリラッタラッタダタラレリュバドゥバドゥバダドタタンタラバリュバドゥ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 バドゥ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 、ここまでね。このここにフロアタム入れて、ここのハイタム入れて、このちょっと印つけときましたが、ここがやっぱりすごくこう後半にちょっと華やかにして、でタバラバレ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 、ここなんかコードが2拍ずつ動くので、タバラ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 バダンパババっていう風にやってますが、例えばこことかタバダナダダダンダン、ここ結構暴れてもいいんですよね。ここなんかブレーキはこことかこの辺がすごくこう分厚くて、ここなんか薄い感じがしたんですけど、ここなんかも丁寧にコンピングしてますよね。でルイス・ナッシュはすごく僕の印象的にはすごくバランスがいい、すごくセッションでメロディーが吹きやすいだろうなって思う感じですね。アートブレーキはメロディーがすごくこうポイントポイントすごく華やかにしてくれるイメージ、その間薄いところもあるんだけど、そのなんかこう
ホームランがスコーンって入ってくるって感じで、ルイス・ナッシュはホームランをすこすこ打ちつつ もうヒットをちゃんとしっかり打ってくるみたいなイメージですね、という感じなので、ここら辺をちょっと理解した上でもう一回聞いていただけたらと思います、本日も最後までご視聴ありがとうございました。